李烈人氏は、新末中華民国の軍人、政治家。中華民国における、事実上の初代後世とく。中国同盟会、中国国民党に所属。原名は、烈君。字は、京和。号は、キャンキ。1902年、厚生部美学堂に入学。1904年冬に、日本へ留学し、東京新武学校で学ぶ。1907年、 陸軍士官学校で法術を学んだ。なお、同期留学生には、遠釈山、離婚玄、東次、京、停戦等がいる。日本留学中に革命派の思想に共鳴し、中国同盟会に加わったほか、北洋系の部学者にも参加している。1908年、陸軍士官学校を卒業して帰国し、高生婚生協。 第54票第一英艦隊に任命された。しかし、半身思想をルフした罪に問われて一時公禁される。1909年、本命に移り、雲南陸軍公武道の教官に任命された。1910年10月17日、武将記儀に抗往した厚生省の革命派の詳細を受けて、李列一氏は、後世に帰還する。10月23日、李は、 中華民国九皇軍政文府の総参謀長に衰退された。11月、李は暗記省の革命派の要請を受けて自ら援軍に向かい、その結果暗記都督に衰退された。11月下旬、北軍に包囲されて苦境に陥った武将の霊元広氏を救援に向かう。李は、はじめの救援に成功し、五連貫軍総司令兼中央軍総司令に任命された。 1912年、厚生省議会は、李列人氏を、厚生都督に選出した。李は、厚生省の軍事、政治の改革に取り組み、人心安定と近代化建設の上で成果を上げた。しかし翌民国2年、李は、孫文らと協議して二次革命を発動することになる。同年5月、李は湖南都督特延べ、安都督、柏文医、関東都督古官民と連名で、 前後大借款に反対する伝報を、遠征外に向けて打った。これにより6月上旬、遠は、李柏は、この三都督を悲鳴し、合わせて、軍を南進させて、南北両軍の戦いが始まる。初戦では李が前線したが、物量で勝る北軍が次第に優勢となる。8月には、李の敗北が確定し、9月、李は日本へ逃れた。その後しばらくは、 欧州やアジアの各国を外遊した。李烈一氏別影1915年、李烈一氏は中華革命党に加入する。同年12月、孫文の指示により、雲南省で西南の都督を取り込む活動を開始しようと、ベトナム経由で帰国する。ちょうどこの時、雲南省軍と次用と前雲南都督津妻が、繁栄西外の五国戦争を発動する直前であったため、 李もこれに参与した。そして12月25日、李は、五国軍、第二軍総司令に任命され、厚生省方面へ進軍した。1916年3月15日に、厚生省軍陸坂へ帝が独立を宣言して、五国軍側に願える。そのため、李列人氏は、これと協力して、関東省への進行を開始する。関東省軍劉済光は、 李取り区に攻撃され、8月には敗北し、海南島へ逃亡した。しかし遠征外の死などもあって、李の軍は存在意義を失う。竜の討伐完了後に、李は単身で、香港や上海へ退いた。1917年8月から9月にかけて、孫文が広州で、中華民国軍政府を樹立すると、李列一氏は大元水府総参謀長に任命される。 10月より、五方戦争が開始された。1919年10月に、孫文が上海で中華革命党を中国国民党に改組すると、李は代理大元帥に任命され、公衆の事務を管轄した。1920年12月、孫文が北伐のための大本営を設立すると、李は大本営総参謀長に任命された。1924年1月、 国民党の第1回全国代表大会に李烈レ氏も参加し、中央執行委員に選出された。1925年に孫文が死去すると、李は、シャモチ、スーロラの国民党右派の反響路線を支持する。1927年4月に紹介席が南京で国民政府を設立すると、李もこれを支持して参加し、 国民政府常務院県軍事委員会常務委員に任命された。同年8月、省が一時下野した間に、北京政府側の孫殿法が南京を目指して、進軍してくると、李が国民政府側の処分をよくまとめ、孫の激派に成功している。1928年以降は、南京を離れ、上海で病気療養に努めた。 1937年2月の国民党後期3、中前会では、総経礼、表局省らと共に、小解析に中国共産党と連携して、日本に抗戦するよう求めている。なお、同年には、西安事変を起こした、張学寮の裁判において裁判長を務めた。1946年2月20日、重慶で死去。去年65、ありがとうございます。